絞り飲んでます。飲み足りないんじゃないか、飲み足りないんじゃないですか、皆さん。ビーチビールまだあちらで販売しておりますので、2杯目全然ありなので、3杯目もぜひよろしくお願いします。じゃあ普通のマイクに変えましょう。改めまして皆さんお疲れ様です。まず僕自身の抱負をまず喋りたいと思います。今シーズンこのまま PK だけで得点を取りたいなと思います。あらゆるチャンスは吹かして外して PK だけを決めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では、先ほども1回行ったんですけど、乾杯やっちゃいますか、はい、乾杯いきましょう。やらなくてもいい。そんなこと言わないでください。やります。やりましょう。ビール入ってますか。皆さんビール本当面白いですか。まあ、僕の目に映ってる人はほぼほぼ入ってない。ほぼほぼ。ちなみに僕も全く入ってないです。では豊田選手の方から乾杯の、はい、はい、早い。僕もですね、DHC ビール飲んだことあるんですけど、すごくフルーティーでめちゃめちゃ美味しいですね。美味しいですよね。今日 DHC の方来れてるんでね、めちゃくちゃこのビール美味しい。今年はね、優勝したらこれでビールかけなんかできちゃう。ここら辺でやって皆さんは入れないようにじゃあ、そろそろじゃあ帰らせていただきます。じゃあ乾杯いきますね。そうそう、はい、お願いします。まだか待ってるんでね。はい、はい、皆さんじゃあ今日の、勝利に乾杯。乾杯。終わらないんですけど、豊田選手にお願いして次の景品にサインをお願いしたいと思います。次の商品はですね、本日発売されましたフットボール T シャツです。はい、かっこいいです。